はい。これもシューティングです。はい。ナイトレイドというゲームです。匠。ボムストック。5発までいけんの。プレイヤーカラーね。まあいいや、なんでも。はい。はい。これもまあ 2D シューティングですよね。ああ、ボム使っちゃった。もったいな。いや、これも派手そうですね、かなり。敵出てこないやん、敵が。あ、パワーアップがある。なんか減ってるな、ゲージが。これがなんかあれか、この空間にゲージがあってダメージ与えてる感じがあるけど、見えない敵がおるってことか。おお、なんか見えない敵がいるんですね、これ。攻撃してきてるから。めっちゃ強くなった、強力になった。何やろこれ、見えない敵やな。なんか倒してクリアしたっぽいけど、何にも見えない敵が。どういうこと。ああ、これもなんか見えない敵。何やろうな、このゲーム。敵が見えないっていうのおかしいな、これ。しかも基本的に真っ暗な画面なんですよ。なんだろうな、これ。バグってんのかな？バグってる感じでもないけどな。こういうゲームなのか、これ。敵が全然見えない。弾しか飛んでこないんですよね。あ、死んだ。あ、ゲームオーバー。何これ。バグってんのかなっていう感じもしますよね。
ボスですよね。クリアしたみたいですけどね。何これ意味不明なんやけど。いや、爽快感あるけどね、何やろうな、敵が出てきてないって感じがするんですよ。敵の弾しか飛んできてないからね、実体のない見えない敵と戦ってるって感じですよね。なんかダメージも食らってない感じがするなぁ。当たってんねんけど、当たってないように見えるし、すり抜けてるなよ、弾とかも。あ、やられた。ボスか。これ絶対バグってるよな、これ。あ、これはこういう敵なんか。あ、死んだ。ちょっと待った。リスタートにしてみよう。一回ちょっとね。なんか変ですよね。アーケードスコアアタックオプション。スコアアタックで一回やってみるか、じゃあ。あら、選べないです、面が。選べないやん。キー、サウンドテストは関係ないでしょ。使っちゃったね。やっぱりなんかこのわけわからんこの見えない面ですね。ダメだこれ。ダメだこれ。ようわからんこのゲーム。